応釣れてはいるけどな。生命感、おう、さざな、サイトで制裁そうだった味かよ。はい、ありがとうございました。スクラッチ、僕みたいなトップ初心者でもすごく使いやすいと思いました。魚が追い込みやすそうなフィーディングエリアでただ巻きするだけでもこんな感じで楽しめると思います。残念ながらキャッチできなかったんですが、逃した時のこういった感じ、これも釣りの醍醐味で、また釣りに行きたくなる瞬間でもあります。前々から釣れてないところも見てみたいというマニアックな要望もありましたので、今回こんな感じで作ってみました。次こそはスクラッチでキャッチしたいですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お時間がございましたら他の動画もぜひご覧くださいませ。ボーテッペイでした。また次回の動画でお会いしましょう。ただいま、ボーテッペイはコラボレーションしてくださるYouTuber 様を募集しております。概要欄にあります Twitter アカウントからダイレクトメールを飛ばしていただくか、コメントの方にお気軽にお問い合わせくださいませ。よろしくお願いいたします。